兵庫県香美町では地元の男性が化粧をして花嫁などに扮するユニークな郷土芸能囃子込みが行われました。華やかに着飾った花嫁、しかしよく見てみると男性です。香美町長板地区の囃子込みは秋の収穫と子孫繁栄を願って江戸時代から続く伝統行事で、戦後一時は途絶えたものの1991年に復活し、毎年10月8日に開催されています。例年は新郎新婦や両親などすべての役を地元の男性が演じて地区内を練り歩く花嫁行列が行われますが、今年はあいにくの雨のため中止に。花嫁は境内でお祓いを受けた後、獅子舞の奉納に立ち会い、豊かな秋の実りを祝いました。この行列とか、みこしの参加とかは、子どもたちがだからまた感じてくれるものがあったら嬉しいなと思いますし、ふるさとに対する思いであるとか、伝統に対する思いであるとか、我々のあれじゃなくて次の世代がそれをまたつなげていってほしいという願いをもとにやっていますので、地元の人たちは地区の繁栄を願い、美しく着飾った花嫁を見守っていました。